ふるさとは、いいもんだという曲です。聴いてください。 ふるさとは
ありがとうございます。ふるさとはいいもんだを聞きながら、私のふるさと大船渡と、そして、2日間見てきたこの女川の港の風景が歌の中に浮かんで、きました。太平洋に面した宮城県女川町は津波で大きな被害を受けました。震災によって3000棟以上の家屋が全半壊、800人を超える人たちが犠牲となりました。新沼さんはライブまでの3日間女川の町を旅しました。なめたまれとかサバとか新鮮な毛ガニ、こういう新鮮な魚を見るとすごく嬉しくなります。はい、本当ね。はい、今阿部さんです。あ、そうです、阿部です。あ、どうぞよろしく。よろしくお願いします。はい、市場で出会ったのは阿部敦さん。家族で水産加工業を営んでいます。はい、まあ、女川といえばサンマです。サンマ、はい、はい、いいですね、サンマ。この取れたてのサンマを阿部さんの母菅子さんが腕によりをかけて料理してくれました。女川ならではのサンマ尽くしです。いろんなバリエーションを作りながら、はい、まあ、常に通してサンマを食べていたというか、まあ、サンマの最盛期時期はですね、うん、まず刺身にした。刺身ですよね。それが一番ですね。まあ、そして次に塩焼き。塩焼き。だん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 こういう風な味の濃いものになって、ね、まあそういった作り方をするんですね。いいですね。日本人というとやっぱりサンマ、これだけを出るのさすがに料理をするとこは少ないかなと。あ、面白いちゃった。来ちゃうんでしょうよ。バリエーションしちゃったっていうのもあるんですけれども、子供さんにもね、うん、食べさせたいという浜の母ちゃんの考えでこういうハンバーガーを作ったんです。うん、あのバーガーというのはね、はい、基本的にあのそういうお店もほとんど入ったことはありません。そうですか。うちの子供たちはやってますけども、はい、まあ行きましょう。はい、ぜひガブリとガブリと行くんだね。おいしい。おいしいですよ。うん、バーこれバーガーだけにバーガーにできない。おいしい。菅子さんのとっておきはこのサンマの昆布巻き。三陸の天然昆布で巻いたサンマを骨まで柔らかく煮込んだひと品です。ふるさとの名物にしようと菅子さんが家族と共に試行錯誤して作り上げました。ところが阿部さんの加工場と自宅は津波によって一瞬のうちに流されてしまいました。ちょうどうちの交番がここ入り口で、はいはい、ああここね、はい、でこっちにうちの自宅が、自宅があって、うわー悲しくなるね。そうですね。あ、何から何まで、何から何まで根こそぎですからね。根こそぎだね。夢かなぎ、本当にのことかな。いやー本当だよね、と思っては見ましたね。で、一生懸命ね、ほら、二十歳から来たもんで、お嫁に。で、あの、財産とか、なんかみんな流したもんで、いやー、どうしようかと思ってね。いやー、本当にね、まあ、いつもそうですけど、言葉がないんですよ、ここから先がね。まあ、聞くのもおこがましいぐらいで、津波で全てを失った阿部さん親子。しかし4ヶ月後、知り合いの工場を間借りして水産加工業を再開しました。阿部さんに再び立ち上がる勇気をくれたのは、瓦礫の中から見つかった使い慣れた鍋でした。これは津波で、はいはい、残ってた。おお、縁のある鍋、よっぽど縁の深い鍋ですよ、これ。ね。
鍋で煮込んでいるのはもちろんサンマの昆布巻き。生産は震災前の半分まで戻りました。あ、こういう風にしてやるんだ。はい、一本一本手巻きで、一本一本ね、手巻きでね、はい、先ほどあっちで行った時、お母さんすごい寂しい顔に見えたんだけど、ここへ来てなんか昆布を巻き始まったらねえ、なんかお母さんが生き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 とねえ、やっぱり人間何かやることがあると夢中になってるとね、なんか人間輝きを出してくるから。震災を乗り越えて作り続けるふるさとの味です。湯気が出てるサンマの昆布巻き、はい、これいきます。これは美味しいですよね。ありがとうございます。いや本当に美味しい。はい、本当にこんな味これ。いやー良かったですね。この鍋残ってて。はい、鍋のおかげです。鍋ね、本当に。ああ良かったね。今年でデビューして37年になりますけども、まあ、女川本当に結構来てるんですよ。はい、もう数えるだけでも4回は来てるんですけど。まあ、4回といっても、今回3回いましたから全部足すと7回になりますけども、そういうことじゃなくてね、来たのは4回ということです。2泊3日の、エンタビで皆様にお世話になりました。美味しいものを